それでは最初のニュースです。新井別院保温校おたやの期間中の11月3日北国街道新井時代祭りが開催され、上杉景虎一行が北国街道を練り歩きました。例年おたやに合わせて行われる北国街道新井時代祭り、今年で17回目を迎えました。生き生きプラザ前では出陣式が行われました。新井ゆかりの戦国武将上杉景虎や妻の家計院、景虎の父上杉謙信、そして景虎の息子道満丸役らの前で演舞などが披露されました。まずは道満丸親衛隊の新井剣道スポーツ少年団の豆剣士による演舞が披露されました。また琴のグループ桜の皆さんが優雅な調べを奏でました。そして新井民謡保存会の皆さんと新井小学校6年生の女子踊り隊やなぎなた隊があでやかな踊りを披露しました。その後、景虎が出陣の勝ち時を挙げ、一行が出陣しました。えいえいおー、行列に参加したのは、新井民謡保存会の皆さん。新井小学校6年の女子踊り隊と薙刀隊、新井剣道スポーツ少年団の道満丸親衛隊、新井小学校男子の忍者の皆さん、そして山城保存会と新井小学校6年男子が特殊な段ボールで作った手作りの甲冑を着て甲冑隊として参列。総勢約60人の大行列です。一行は屋台の立ち並ぶにぎやかな中町通り、朝日町、下町を経て大勢の参拝客が行き交う新井別院参道を練り歩きました。なんか人前でこういった演劇するっていうのは慣れてはいないもので、ちょっと緊張はしたんですけれども、結果的に楽しくできて、良い経験ができたと思ってます。緊張もしたんですけど、でもみんなに写真撮られたりとか握手求められたりとか、お姫様綺麗とか言われてすごい嬉しかったし、いい経験になったなと思います。楽しかったです。そのセリフを覚えて寸劇を行うということで、人生初めてのことなので、とても大勢の方を前に緊張しました。僕小さい頃からおたやは来てるんで、年々ねお店もちょっと減ってるような感じもするんですけど、今日もたくさんの方に、すれ違って、なんか子供の頃を思い出しながら今日は歩きました。大勢の客でにぎわったおたや、時代絵巻が北国街道を彩りました。次のニュースです。毎年恒例の三代港地域の秋のお祭り、三代港ふるさと祭りが今年も盛大に行われました。これは三代港地域の皆さんが日頃の活動の成果を発表したり、手作りの品や地場産の野菜、食品加工品などを販売するお祭りです。ふれあいパークの2階では手作りの小物や雑貨を販売するコーナーなどが所狭しと並び、大勢の人たちでにぎわいました。また一角ではエコクラブ三代港が廃油を使い色とりどりのキャンドルを作るワークショップのコーナーを開催し、国立三代港青少年自然の家では
松ぼっくりやどんぐりなどの木の実で作るアート作品のワークショップを開くなどして、子どもたちが真剣に創作に取り組んでいました。さらに、サオリ織という色鮮やかな織物の普及に取り組んでいる織友の皆さんが、織物の機械の使用方法を伝授し、ここにも熱心に作業に取り組む姿が見られました。すごい綺麗なのができたね。ふれあいパークの屋外では、地元の青年会や女性部の皆さんがおそばや焼きそばなどを出店し、訪れた人たちが楽しんでいました。幸せです。大勢の人に親しい人に会えて、みんなグーですね。美味しいですね。それで天気が良くて最高ですね。汁物大サービス。いやどうもありがとうございました。いやどうもありがとうございました。ありがとうございました。一角には地場産品や地元で加工された笹寿司などの販売コーナーがあり、主婦などがお目当ての品を買い求めようと行列を作っていました。こんにゃくとカリフラワーと、ブロッコリーなんですけど、その前にお寿司と山餅と笹餅と買わせていただきました、はい、楽しみにしてたの で、ね、はい、また子どもたちに人気の高いはしご車などの消防車両や白バイなどの警察車両、さらに自衛隊の車両の展示試乗体験コーナーでは、親子で記念写真を撮る姿も見られました。午後からは三代港文化協会の芸能祭もあり、地元の太鼓グループ葛城会をはじめ、踊りや合唱、民謡など日頃の練習の成果を披露しました。なお、芸能祭の模様は23日から1週間、みよこうチャンネルでじっくり放送します。ぜひご覧ください。